今回はスライスサーブ続編をお送りしたいと思います。プロネーションをしっかりドンピシャでガーン当てないと、スピードをちょっと抑えてでもいいから、いい回転があった方がいいな。皆さんこんにちは、小野田道久です。今回はスライスサーブ続編をお送りしたいと思います。高尾プロよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、前回ですね、スライスサーブのコーナーの再生回数がなんと30万再生を超えたということで、はい、すごいメガヒットの回になったんですけれども、はい、スライスサーブを、やはり習得したい、はい、変えたいっていうやっぱり視聴者の方がたくさんいるなっていう印象だったんですけども、今日はその続編ということで、はい、ちょっと今日はこのプロネーションもうちょっとね、混ぜていきたいなと思います、ね。はい、混ぜていきながらスイングのことについてちょっと詳しく深掘りしていきたいと思います。はい、最初、当て方、そして捉える位置がやっぱり大事だということで、ちょっと前回の復習を。はい、そうですね、トスの高さっていうのを極力高くしないことです。はい、かといって低ければいいとは言わないですけども、思ってる以上に高く上げない方がいい。高く上げない方がいいのと、やっぱり当てるところはしっかり角度をつけて、もちろん斜めはこれも絶対ですね、斜めになるし、なおかつもう少し角度をつけて少し内側、先端に行きすぎると今度飛ばなくなるから、少し上っぽい感じはあるけども、ストリングで言えば 2,3 本分、もしくはこの真ん中でもいいですけど、1本目のところにしっかり角度をつけて当てられる方がスライスはかかりやすいですね。これがやっぱりこう速度をある程度保った上でのスライスサーブですよね。スライスサーブのイメージって今横を切るっていう、やっぱり視聴者の方ってそういうイメージが強いと思うんですけど、今完全に下から上に行ってる段階で当たるっていう。そうですね、横から切るっていうのは決して間違いではないと思うんですよ。この横からっていうのはこういうことですね。ああ、そうです、そうです、これも音的にはこれの方が横の曲がりは強いと思います。スピン量がやっぱ強いですね。はい、でも相手からすると、前回もお伝えした通り、あ、右に上がった、あ、スライスだっていうのになるんで、ワイドはここに来るだろうな、センターだったらここに来るだろうなっていうことになるんで、もう少し自分のちょっとこう左ですか、左っていうのは、すごく右に上げてスライスを打つよりは少し真上に上げてもいいですよってことですね。入るこの入射角がやっぱ浅くなるんで、スライスのワイドは、はい、これはスピードもスピン量もちょうどいいから、はい、相手からするとこっちでもこっちでも飛んでくるところは分かんなくて、分からないですね、手が届かないんですよね。はい、やっぱりこのプロちょっと打ってみてもらえますか。はい、すいません、多分人それぞれの感覚ってやっぱ違うと思うので、グリップはね、僕らぐらい結構このプロは、薄いんですよ。いつもより低めに取ってます。ね、そうですよね。はい、音がワイド打ってる割に全然ジョリって言ってない。そう、しかも僕思うのが、ラケットとボールが接触する打点が高ければネットしないっていう概念は持たない方がいいと思う。もうそれは全く忘れて、いわゆるラケットが当たってから、前回も説明しましたけど、ちょっと上に抜ける手前で当たるから、何もしなくても縦回転がかかる、縦回転と横回転がミックスされれば、しっかり振っても縦回転がかかっているので、ワイドに飛んでっても落ちるんですよ。いわゆる縦にちょっと落ちて斜めに入る、何ですか、こう跳ねていくっていうのがやっぱり理想ですね。じゃあもう三次方向を叩くっていうのはもうダメということですね。楽をするならいいです。いわゆるそのバレてもいい、はい、バレてもいいとか、いわゆるもうあまりにもサーフェイスが跳ねないから完全に横滑りさせようとかって言うんだったら、全然横を打っていいです。ただし横を打つんでも、ある程度スイングスピードがないと多分できないので、それだったらもう最初からちょっとこう斜めに強く入って、いわゆる擦るというよりも、ここの一点にボールとラケットのこのストリングで叩くっていうイメージですよね。
腕の動きってやっぱりこう構えたところからできるだけ右側でやりたいんですよね。右利きの方は右側であの準備をする、トスも上げる、できたら右側で作業をして右側で持っていくっていう方がいいです。これをなんかあの後ろに持っていこうとか変に担ごうと思わないで、自分の顔の右側にラケットがあること。これは肘が最初にこうやって上がっていくんですか、はい、ラケットが上がっていくんですか、いやもうあの僕のイメージではこの肘をこっちですね、でラケットがついてくる、はい、でついてくると右側に行くとここに来るじゃないですか、でこの時に腕で後ろに持っていかない、こうやって持っていかない、後ろにここから腕で持ってっちゃうとあの加速しないんですよ。ここにあったものから今度は下半身の動きと体幹の動きで後ろに持っていく。だこれも右側ですよね。伸び上がる、はい、伸び上がる時はラケットトップが下がっていくんだ、はい、だそれでもオーナープロだと多分背中に行っちゃうじゃないですか。行っちゃう。背中じゃなくてもっと右側に行きたいんだ。こっちに。こっち下。こっちに行っちゃいけないんだ。うん、イメージとしては。こっちだ。そう。それが一瞬行われた時にもうこれいい意味でこう開くというか、もう打つ方を向いちゃうの。こうちょっとひねられてる状態を向くと、もうラケットが後ろに来るからなるとこのままもう入れちゃえばいい。変に腕を何かしないの、こう右側でやって開いても向こう行っちゃえばいい。イメージはね、開いて向こうが行っちゃえばいい。タイミングがあまりにも早いと正面向けすぎちゃう、よくはないと思う。だからそれが今はこの足も何も特別使わない状態で正面向いたけども、これが少し上に行くとなると今度角度がこっち側に来るだけで、打つ時にはもう当てに行く時には多分正面少し向くんだよね。だからラケットがやっぱり時間差がこっちちゃんとこうできないと、はい、こう入ってこないってことでしょ。そうです、はい、ボールの後ろとかボールの下からラケットがグッと出てこないとそれができない。それがこのボールの軌道のところからこれずれちゃう、これやっちゃうと後ろ後頭部の後ろに行きすぎちゃう、これやってから正面向くって意外とこれはねできないと思う。難しい、うん、だからそのために僕がお伝えしたいのは右側で作業をして右側からもう出しちゃった方がいい、まあ、実際右側の意識がこうあっても、はい、こっちにはまあ多少ラケットは行くでしょう、はい、後ろに勝手に行きます、勝手に行く、うん、だから自分でこうやらないってことですね。そうやらないってことです、はい、そうすることによってよりラケットヘッドのところが僕は遅れてくると思うんですよ。これが野球で言えば、ちょっとボールいいですか、すいません、野球で言えばこう持ってたものがこの体を動かすことによって多分こっちがグッとこう反られる、反られてか後ろに持ってきますよね。男性エネルギーですよね、はい、こういう。これが変にここからこうやりました、ここに下げますじゃないと思うんですよ。固まっちゃう。サーブもここから後ろ行きました、頭の後ろですってなっちゃうと、うんうんうん、この場所からスピード出すっていうのは相当難しい、うん、右側にあります。で体も入れ替わってこう来た時にここから説明すると、プロネーションがもうこれ始まってるんですよ。始まっててもうまっすぐのところでバンと当たっちゃったらこれフラットサーブなんですね、うん、でも始まってまっすぐになる前に当たってしまえば、そこからさらに上に抜けます、まっすぐになりました、逆向きました、戻りましたっていうことになるんじゃないかな。もうイメージとしてよ、単なるイメージとしてはこういうイメージ、もう、これを上で斜め上で行うっていうことかな。横のこの感覚を徐々に上に上げていくとこれがスライスサーブなの。僕ねこうなっちゃうんですよね、オーナープロもね前回言ってましたもんね。こうなっちゃうんですよ、どうしてもね、うん、今みたいにこういう風に抜ける感覚がちょっと僕足りないですよね、うん、僕の力の感覚では、力というかスイングのこれも本当僕の感覚だけなんですけど、
スタートしてここら辺まで行ったらもうサーブ終わり。あ、ここで仕事終わり。あとはもう、仕事終わり。もうあとは、あとはどれだけ綺麗に当てようとして、もうある意味この折りたたむのを僕は結構早め、だからサンプラスなんか昔そうだったじゃないですか、うん、この肘をこうゴンと高い位置で終わらせられるっていう。ここで止めてます、こうやって。うん、止めないというかもう自然な感じですね。自然流れで、うん、イメージとしてはこういうイメージが欲しい。こう、あ、ちょっとこういう風に、うん、ちょっと今わざとこう下の方にあれしてるけど、こう、あ、けど全然違和感ない、うん、それが変に当たるところにエネルギーを持ってっちゃうと、うん、持ってっちゃうと多分フォロースルーが長すぎちゃう。あ、前にこう行き過ぎちゃうんだ、うん、フォロースルーがで長くなっちゃうと何になるかって言ったら、スライスサーブったら外にフォルトする。いわゆるこのこういうことね。こう大げさにやってるけど、ね、向こう側にいっちゃう。縦回転も何もかからなくなっちゃって、あの鋭さがなくなっちゃうから、それだったらガンとこうもうあのブレーキをかけるイメージ。だ、縦回転と横回転のそう。うん、だこれが高い位置で取らないっていうのがやっぱり結構僕はキーだと思うんだよね。ちょっと巻き込んじゃうでしょ今のみたいに。はい、だからね、それだけ下から上のところに時間短く鋭いパワーを出さなきゃダメね。だからその巻き込んじゃうな、これ 1,2,3 っていうイメージよりも、もう 1,2 でもう終わりのイメージが俺は強い。だからスピンもかかってますよ当然、縦回転も絶対かかってる、かかってるけど、やっぱりこのスライスサーブっていうのをあのバレにくいようにするために、いや、でも今わざとこうやって、まあね、そう、だからそれが力で止めると痛めるから気をつけないけど、これは、うん、まあ今ワイド打ちましたけど、センターもこっちもアドサイドも全部一緒だね、ほとんど同じ、うん、アドサイドでも今これはセンター打ちますけど、センター打つけど、これはもうあんまり変わんないよね。変わんないんだ、うん、イメージ的にはセンターに打ったとし、アドサイドであの多分センター打ったとしても、このイメージはそんな変わらない。ここがやっぱ一番強烈なアドサイドもイメージとしては、まあトスは多少ちょっと変わっても、うん、スイング方向、はい、行き方は変わらないってことですね。そうですね、できるだけやっぱね相手にはバレたくないです、まあ、そうですね、そうですね、まあ、ここまでは同じで、あとはもうこうか、うん、まあ、入れる入射角をこう変えていけばいいんでしょうね、うん、こうやってね、薄く当てて飛ばすって大変よね。あ、大変ね。そう、僕もいきなりね、このいきなりこんなになったわけじゃないから、うん、こういう考えもいろんな選手見てきて、うん、いろんなね、まあそのなんていう情報を、え、はい、いろんなのを得て、で自分のサーブに置き換えたり、自分のフォームだとか自分のこの感覚に置き換えた時に何ができるかって思った時に、あ、やっぱスライスサーブ、あのもちろんスピンもかかってんだけど、よりスピードが出て、なおかつ回転量も考えるとどれがいいかなって言ったら、やっぱ変にスピンを重視するよりもスライス系をやっぱかなりあの使った方が体にも負担少ないかなと思う、うん、あ、なるほど、うん、このプロ どうですか、感覚的には。そうですね、あの自分の悩みとしましては、うん、なかなか距離が収まらないっていうことが多かった。手前に入らないってことですか。そうなんです、はい、うん、やっぱりそのフラットは、うん、まあ、一番ネットの低いところでもあるので、はいはい、ある程度こう勢いをつけて回転もそんななくても入るポジションなんですけど、じゃあかといってワイドもある程度勢いがないと、同じぐらいのスピードじゃないと騙せない、だけどスピード出しすぎるとロングしてしまうっていう問題があったので、そうだね、はい、現役ですごいサーブがすごくスライスでいいなっていう時は、あのやっぱね190キロから92、3キロの間のスライス系、スライスっぽいちょっとスピンっぽいサーブが一番確率が高くて、あの勢いと回転量が一番高い。それ以上速くすると、もちろん200キロ超えてるサーブ打ってるんだけども、完璧ドフラットすぎてあんまり打たない。あのフラットの方が当てるのが難しい。このプロネーションをしっかりドンピシャでガーン当てないとやっぱこうブレるんで、でブレてスピードもあるけど甘く入ったら返されちゃうから、だったらコントロールをきっちりラインの近くに打てて、スピードをちょっと抑えてでもいいから、いい回転があった方がいいなっていうのにちょっと行き着きましたね。
はい、チャンネル登録よろしくね。近藤プロいかがでしたか。はい、また今日も新たな発見ありましたね。はい、ちょっと我々とやり方が少しこう違うというか、感覚がちょっと違う部分あったりとかするんですけども、はい、まあ、同じフォーム同じか、まあ、あの打点とかで違うボールが打てるって理想じゃないですか。はい、どうしてもワイドはこういう巻いたりとかしてしまうんで、うん、まあ、ここはちょっと習得に時間がかかるのかなっていう感じはするんですけど。そうですね、まあ、あの今見た段階ですとすぐにでも打てそうな気はするんですけど、まあ一般視聴者の方はちょっとね、あのすぐにはできないかもしれないですけど、この動きはあの絶対習得する必要があると思うので、まあ、ちょっとこれを真似て練習をしてみてはいかがでしょうか。はい、ぜひね、1回目のスライスサーブと今回と両方ね、何度もこう、はい、なんか行ったり来たりして見てもらって、はい、いいところをなんかこう盗めるようなところを ね、あのぜひ皆さんには、はい、あのチャレンジしていただいて、第3弾もお楽しみに。はいはい、ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。立てに。Thank you so much for watching this video. If you like this video, please give us a like. By pressing the subscribe button, you can join the Star Tennis Academy right away. Your mobile device will instantly turn to a pro tennis school. Let us know what lesson you want to learn from us. See you next time. Bye!